みんなの歌公開記念逆再生クイズ。はい、ということで皆さんこんにちは、コミュニケーションズです。僕たちが出演する映画みんなの歌はある少女からカセットテープが届いたことをきっかけに、その中にあったメロディーを聴いてしまった僕たちが、彼女の呪いに巻き込まれていくというストーリーになっています。物語の中でもですね、逆再生が鍵になっているということで、今回は逆再生で言っている言葉を当てるクイズをしたいと思います。はい、早速いきましょうか。第1問。ないの、こういう逆再生。意外とこういうクイズないですね。頭の中でもう逆にすればね。逆再生して逆再生に戻りたいとか大丈夫ですか？オープニングに戻りたい。逆再生して戻れることなら、戻りたいでございます。時をね、逆再生したいですね。はい、ちょっとこれを当てていくわけ。これを当てていくわけ。2回しか聞けないんすか？難しくない？もう1回。ラス1。あ、どうなに？ダメだ、もうゆうたくん何もないよ。なんかそれ中国のシリカなんですか？確かに。全然わかんない。見当もつかないな。これ当てちゃっていい？あ、当てる、当てる。SD。 ヒントは何文字ですか？5文字？あ、じゃあ違う。じゃあ違うわ。え？6文字？6文字？なんなん？そうね、そういうことでしょ。なんなん？でも、でもそうでしょうね。推測するしかないですよ。推測するし、なんか1問目ですし。そうだね。おそらく、おそらくこれじゃないかなって思います。ね。あ、どうなに。あ、どうなに。ゆうたくん分かるね。やっぱ分かる。1回目だから、1個目だから。そう、基本1個目よ。しかも間違いない。別に何もさ、こう振ってないじゃない。すごく一番シンプルに問題まで来てるわけだから。そうそうそう、全員正解いけんじゃん、これ。ある種ある、あるよ。うん、どこでしょう。次行きますよ。はい、それでは回答オープンです。せーの、ドン。ね、やっぱそうだよね。俺もね、秋田スポーツさんちょっとね、なんか一瞬ね、でも聞こえた気はしたけどね。そう、だからそのまま行って秋田スポーツでしょ、さんでしょ。いや、逆から秋田スポーツみたいな。そう、ドツマキッタ。聞こえたんでしょ。あ、聞こえた。それ逆再生じゃん。違う、違うのかな。なんかでも逆再生してる。だからツーポ、ツーポス、そう、タキマ、タキマ、ちょっとまあタキマ。いや、言ってるかもしれないですね。あれ、みんなの歌、みんなの歌多いね。でも6文字だからね、みんなの歌。そうそう、6文字で。ヤミヤムロがないですね。ヤミヤムロで聞こえた。いや、それ逆に逆にしてこうなるってこと。なんて、なんて、惜しい。みんなの歌あるね。みんなの歌。いや、まあ、これじゃあるじゃないかな。それだと思うけどね。正解はこちら。あー、みんなの歌。まあ、それはそうだ。そうだと思う。だから、これローマ字に置き換えると分かりやすいのかもね。そうそう、さだから、そうね。あー、あから始まってる。そうだね。うん。まあ、誰が言ってんねんって話だね。あ、じゅ。あ、十、あ、そんなのもそういうことですよね。そういうことなんですね。じゃあもう一回聞いてみますか。みんなで聞いてみようか。 M で終わってる気するじゃん。あ、どうなに。じゃあね、M で終わってるね。み、どうなに、言うたろ。でも、なとみは、まあ確かにね、だから一番近しい。聞こえてはいるね。ちょっとリスニングできてる。リスニングはできてる。近いところまで来てる。それでは、じゃあ2問目、しましょう。エラガンス、エイガバス、エラムサ。全然わからんな。無理しようじゃないですか、これ繰り返してたよ、VDA。 もう繰り返してたから。ポーズマス、ポーズマス、ポーズマス。もう一回お願いします。エラガンス、エイガバス、エラムサ。
お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの、もえ一回聞いてもいいですか。エラガンス、映画はス、エラムスだ。えヒント、2023年の映画皆さんに関するこれじゃないか。あー、なるほど。ヒントで全部わかるわ。え、ヒントで分かったくらいですか。どうだ、分かった。これ、俺も分かった。当てちゃっていいですか。これね、当てられないですよ、あれがもう。なんでかも。いやこれよ。エラガンス、映画はス、エラムスだ。エラガンス、映画はス、エラムスだ。これ逆に違かった、恥ずかしい。なんかこの映画もね、なんかそうなればいいですね、やっぱり。タイプもかったら、マネ、他言ってる。行きます、行きます、行きます。タイプうまいな。大丈夫です、行きました。はい、行きます。はい、それではせーの、オープン。お、俺もね、そっちだと思ったの。デビュー終了の流れだと思ったのよ。騒ぎ繋がれ、騒ぎ繋がれ、騒ぎ繋がれ、騒ぎ繋がれ。10年目は楽しい。あ、ごめんなさい。なんすか。で、10年目は楽しい1年ですね。あれ言ってました。いやいやいや、僕は好きですよ、それ非常に好きな回答です。なんかこう、個人の感想みたいな。そうそうそう、いいですね。コムさんもちょっと、僕10周年おめでとうございます。すごい、3分だと思った。そうそう、3分だった気がした。デビュー10周年おめでとうございます。あー、でもそれだわ。おめでとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。だから、おめでとうございます。先生、おめでとうございます。違う感じ聞こえたりとか。ありがとうございます。先生、おめでとうございます。それでは、じゃあ正解見てみましょうか。正解こちら。いやー、集まれ、騒ぎ、つながれですよ、やはり。いやそうだよね。いやそうだな。なんかテンポ感が近かったよね。テンポ感が近かった。普通に考えればそうなんだよね。エラガンス、映画はス、エラムスだ。いや、わからん、わからん。逆再生だとそんな感じに聞こえるんですか。集まれよね。ちょっと長くなってるよね、なんかね。本当に言ってます。ネガナツは分かる。え、本当にそれ、俺らの悪口逆再生です。やばい、ドッキリだ。集まれ、騒げ、つながれ。あー、だからやっぱ絵が確かに絵が違う。なるほど。難しい、これ。難しかったですか。いや、非常に難しかった。なかなかこれヒントなしだ。ヒントなしだ。ヒントなしはちょっと無理なんじゃない？ねえ、なんか逆にこうヒントなしで2問当てれましたよって方いましたらコメントください。僕たちが非常に喜びます。特殊機能だ、はい、すごいよね。ということで、僕たちが出演する映画みんなの歌は8月11日金曜日公開です。はい、皆様